まあ、雨自体走るのが今日が初めてなんですけど、まあ、ウェットになるとね、タイヤの確認とかいろんなものをしながらのタイムアタックってことになるんですけど、まあ、初めに出てった時のフィーリングが悪くなかったので、まあ、そういう意味では、まあ、結果もポール取れたということで満足してますし、まあ、ただね、レースは本当に明日20周走り切った結果なので、まあ、そのための準備という、まあ、でも最高の形で明日を迎えれると思うので、まあ、明日できればね、本当はドライでっていう気持ちもありますけど、まあ、ウエットでも、両どっちでもっていう心の、まあ、構えができたんで、そういう意味では多分今日ゆっくり寝れますね。レースは明日、まあ、とりあえずスタートして、前に出れればちょっと引っ張ってみるっていう感じですか。そうですね、レース展開っていうのは本当にその時のね、周りの状況もありますし、その雨の量もあるし、そこまでリスクを冒して初めから引っ張る必要もないのかなっていうのは、やっぱり雨の量とやっぱタイヤと相談しながらですね。だから本当に前、前の去年、おととしだっけ、鈴鹿のレースはもう1周目から引っ張ってっていうのもあったんですけど、オートポリスの時には序盤ちょっと様子を見てっていう展開とか、まあ、そういう意味では本当にちょっと走ってみたスタート順位っていうのもあるんで、まあ、それを見ながらですね。まあ、その中で一番いい成績で終えたいですね。そうですね。そのためにみんな頑張ってくれてるんで頑張ります。